こんにちは、松潤さん。松潤さんの言う盗撮用メガネってこれですよね。私もね、持ってるんですよ。ここにカメラがついてるんですよね、よく見たら分かるんですけど。で、ここにポキッと折れて SD カード入れるところがあったりするわけなんですよ。で、ここ充電の USB ね、こう見るからに普通のメガネなんですけども、ちょっと形がね、大きいような感じがしますけども、これでね、自転車からの風景を撮る、いいじゃないですか。まあ、こういうふうな車載動画っていうのは自転車でも撮れますんでね、 YouTube の動画がなかなか撮れないよって方、まあこういうところから始めてもいいんじゃないかなと思います。まあ各位、私これ買って全然使ってないんですよ。買うだけで飽きてしまったというね。何なんでしょうかね。これどうですか、あの充電するじゃないですか。私が心配なのはこうやって録画されてるのかどうかわからないっていうところですよね。確かにね、これだとね、ほんとこう両手が空くんで、この本を読みながらね、撮影できて読めるっていうか言えるっていうのがいいですよね。あ、なるほど。これぞヌラリヒョンのヌラリヒョン基地の正体なり、衝撃のレポート、ヌラリヒョン基地大研究論、これはね、デーモン小暮さんの試験に出るヌラリヒョンというね、わけのわかんない本ですけどね。今日のテーマ、ヌラリヒョン短期大学という短期大学なんなんだこれは。ブックオフで100円なんですけども、多分この本は1万円出してももう買えないと思います。こういうのがね、地方の本屋に落ちてるから面白いですよね。ということで、松潤さん、動画の方ありがとうございます。こういう風な動画を量産したりとかで、編集すごい上手ですよね。いいと思いますよ。テロップがパーッと被るだけでも様になってると思います。まあ画像の解像度ってのは動きながらですしね、こういったカメラですから多少落ちると思いますけども、十分楽しめるんで、これからもね、自転車からの動画、井の頭公園とか行ってみたらいいんじゃないですかね。そしてなんか喋りながらね、いろんなものを見るみたいな、あと鼻歌を歌うとかね、見た風景を歌にするみたいな、そんなものもあっていいんじゃないかなと思います。で、ちなみにですね、松潤さん、あの西赤楚村の山根さんが歌のオーディションされてるじゃないですか。これちょっと乗ってみませんかね。私もちょっと一曲歌って出ようかなと思うんですよ。はばかりながら私もね、あの民謡の歌い手でございますんで、挑戦してもいいかなと思っております。それでは松潤さん、オーディションの件、そしてね、このオーディションズーム対談、3人でできるんじゃないですか。対談というか兼談ですね、3人だから。これオーディションとかね、また別のオーディション3人でちょっと蹴散らしていきませんか。なんか面白そうですよね。ぜひね、またあの返信の方お待ちしております。よろしくメイカド。